はい、今日も、昨日に引き続き、連続で YouTube 配信しようと思います。今日はズボンの方を紹介しようと思うんですけど、その前に昨日も言ったんですけど、今週末6月10、11日、ウエスタンリバーさん、のイベントランブリングオイラーズに、出店しに行きます。6月10日土曜日だったかな、土曜日は昼12時ぐらいから出店できればいいなと思ってますの で、11日は朝か12時かなから出店してると思いますので、お近くの方ぜひぜひお越しください。今日紹介しようと思ってるこのチノパンワークパンツ、もう、当日受注取ろうかなと思ってるので、実物見てみたいよ、履いてみたいよって人もしいましたら、ウエスタンリバーさんの会場、あのイベント会場に、来ていただければ実物見て履いていただくことも可能なので、ぜひぜひよろしくお願いします。であとは今発売している新作の T シャツとかキャップとかいろいろあるんですけど、こういうキャスケットとか、とりあえずメインでは、まあ、ウエスタリバーさんでもあのバイスの商品をいつも販売させてもらっているので、バイスでしか売ってないカラーだったりとか、まあ、限定モデルみたいな感じでバイスでしか買えないものを中心に持っていこうかなと思っているので、当日バイスでしか買えないアイテム、買えると思いますので、もしよければ、ご購入お願いします。じゃあ今日の配信はこのさっき言ったこのワークパンツの方を配信しようと思っているので、一回ちょっとチェックしてみてください。よろしくお願いします。おはようございます。声張ってくださいよ。朝おはようございます。ただいま日曜日朝8時、チノパン撮影のため、前日入りして、ただね、昨日はあれだったんでしょ、あの豊橋じゃないや浜松の方って水害中か雨でこっち来るの大変だったんだよね。めちゃくちゃ大変でした。声張ってください。声めちゃくちゃ大変でした。あ、なんか通行止めだったんでしょ。通行止めでした。そんな日にありがとうございます。いいえ。なんでかっていうと、はい、こちらのパンツ、今日は1本履いてもらってて、今目の前にあるこの2本、黒と なんつうのこれね、ブルーグレーみたいな色の2本、まあ、あとはカーキがあるんですけど、この3種類をただいま先行予約受付中だと思われます。それの撮影がしたかったために今日も呼んだんですけど、なんと予定日に間に合わず来れないっていう。なので、このパンツの予約も、ちょっと押し押しになってますんで、多分今この動画が配信されてる頃には普通に先行予約してると思うんですけど、まあ、今日はちょっとそのこのパンツのことについてお話ししたいかと思っております。まあ、そもそもなぜ京馬が、このズボンを説明するのかと言いますと、京馬がなんて言うんだろう、ハーレで乗ってる時にいつも履いてるズボンの形が変だな変だなって常に思ってて、ね、まあ、変わったチノパンを履いたわけですよ。まあ、よくあるね、方は違ったズボンを履いてまして、何そのズボンとか言って最初思ったんですけど、なんか走ってる姿を見ると、ライディングポジションっていうのかな、見るとなんかいいじゃんみたいな、でなんかなんでそれなのって話をね、なんかいろいろ聞いてたんですけど、まあ、なぜその京馬はあのズボンをよく履いてたんですか。なんで楽でかっこいいからです、うん、ちなみに今これを見てる人は、今映ってるこの京馬とは誰なんだって話になる人もいるかもしれないんで、一応ちょろっとじゃあテロップっていうの、京馬が乗ってる、あのバイクの写真をここに今挟み込もうと思います。こんな感じでスピーディーシフターっていう変なシフターがついて、まあ今まだこれ実動はしてないんですけど、あのキャブ2発っていうのを今セッティング出し中でね、早くあと2、3ヶ月でできてくるんじゃないかなと思うんですけど、まあ、なんせセッティングとこの時期の暑さもあるんでちょっとわかんないですけど、本当は京馬のバイクにまたがってる写真とかも撮りたかったんですけど、まあいろんな都合上手元になかったので、今日は僕のバイク代わりに後でまたがってもらおうと思ってます。細かい説明はじゃあ撮りながらやろっか。じゃあこのチノパン、スピーディーパンツ、ワークパンツっていう勝手な名前をつけたんですけど、まあ、その辺はさしてもらえば今日はねこのチノパンの、ちょっと特徴を紹介したいと思います。じゃあ京馬くんよろしくお願いします。はい、はい、とりあえずじゃあこのスピーディーワークパンツ、早速京馬くんに履いてもらいました。この今履いてもらってるのが、色がカーキになります。ちょっとじゃあぐるっとモデルっぽく回ってください。なんだそりゃモデルっぽくやってください。最後決めてポーズしてください。決めてポーズ。はい、ありがとうございます。まあこのパンツ見て分かる通り、ちょ
かなりね、この裾の部分がテーパーしてるんですよ。かなりね。で、だけど、かといって、ももの部分は、まあまあ、なんていうの？動きやすいような、バランスになってるんですけど、これが今履いてもらってるサイズが、M、L、XL 作るんですけど、一番これ、実は一番ちっちゃいやつを今日も履いてて、まあ、約34インチぐらい。丈短めみたいなセッティングなんですけど、ただ丈短めなんですけど、今日も今ね、履いてるみたいに、ウエスト腰履きじゃなくてちょい上げ気味で履けば、このさっきみたいに絶対スニーカーの裾を擦らないような感じだったんですよね。ね、こんな感じで。で、逆にもっと腰履きすれば普通のチノパンみたいにちょっとたるまして履くことはできるので、そんな履き方もいいんじゃないでしょうか。ただ今日も身長何センチだったっけ。177センチ60キロの京馬、まあ、意外に177センチめちゃめちゃでかいじゃん。京馬意外に超でかくて、背がなのに34インチのこの一番ちっちゃいサイズを履くっていうのは結構斬新で、まあ他にも似たようなさ、あの身長の人、まあ、体重はさておき、まあ177センチあれば、まあ中肉中背であれば一番でかい XL サイズを履いてもらうって手もあるんで、まあ後でちょっと一番でかいサイズも履いてもらおうと思ってるんですけど、まあ177センチで70キロぐらい、72、3キロの人だったら多分 L サイズがいいんじゃないかなと思います。まあ今日も今 M サイズ履いてるんですけど、細身が好きな人は M サイズでもいけるんじゃないでしょうか。まあそんな感じで、じゃあちょっと、もう一色同じ M サイズを違う色を履いてもらおうと思います。チェンジしてください。はい、じゃあ黒履き替えてもらいました。これさっきと同じサイズだよね。うん、同じサイズの、さっきのカーキと同じサイズの M のバックブラックです。まあ、一応まだこれファーストサンプルなのでちょっと細身に感じるんですけど、もう気持ちね、ももの部分が太くなるんじゃないかな、本ちゃんだったらね。ただ上下黒とかだと大体こんなイメージなんですけど、まあ上は白い T シャツとかに変えればね、またイメージ変わるよね。うん、じゃあちょっとまたモデル風にぐるっててください。お、さっきと回り方がちょっと変わった。ちょっとカッコつけた。まあこんな感じで、まあ、この独特なシルエットになっております。まあやっぱポイントはこの裾だよね。ウエスト位置のね、調整で見え方が違うというかね。で、サイジングもね、こうやって細身抱きたい人はワンサイズちっちゃいもいいと思うし、通常だったらね、真ん中の L サイズぐらい、今日の身長体重だと履くといいんじゃないでしょうか。じゃあ次は、もう一色ある色を、一番でかい XL サイズっていうのを今日間が入ったらどうなるか、一回じゃあちょっと、チェンジしてください。はい、今日間に、XL サイズを履いてもらいました。まず色がこれブルーグレーっていうかスモーキーグレーって言ったっけな、スモーキーブルーかなって色になるんですけど、ちょっと変わったブルーになります。で、サイズが XL、 まあうちでいう一番大きいサイズなんですけど、約38から40インチ間ぐらいのサイズになってます。じゃあちょっとぐるっとまとまっていいですか。って感じで、そう、まあ今日のイメージではなくなるんですけど、まあ、177センチの60キロだっけの京馬が履くと、 XL だといわゆる、まあよく見かけるね、太めでチノパン履いてる人たちのイメージにはなるっすよね。ただ京馬が今これ履くと分かったけど、その身長体重でだいぶちっちゃいのいつも履いてんだね。だから独特なシルエットに見えるっていうか、あとこれだったらさ、さっき言ってたさ、これも一応同じ形なんですよ。なんですけど、下側のテーパード具合もこうやって履くと分かりづらいですもんね。ただスニーカーからなんつうの、地面にそう擦らないっていうのがちょっとポイントなんで、こんだけ太くても、スニーカーに引っかかるようになってますんで、だからめちゃめちゃ太く感じるけど、これが普通なのかもね、ひょっとしたらね。どっちなんだろう。まあ京馬が多分ワンサイズちっちゃいの履いてるイメージかな。なんでこれの間がやっぱ京馬がいわゆるみんなが普通に思う普通のサイズは L サイズなんかもしれんね。履いた感じはどう、こっちは細いのと M サイズと XL の違いはありますか。あるわな、そりゃ。まあ、うん、けど京馬の好みはやっぱ M サイズなんだ。ちょっとこれだと太すぎるんでしょ。はい、なんでこのダブダブ感が嫌なのかな。うん、わかりました。じゃあ一旦、じゃあちょっとバイク、一旦僕のバイクにまたがってもらったイメージをちょっとお伝えようと思います。はい、じゃあ京馬がバイクないのでしょうがないんで、僕のこのバイクにまたがってもらおうと思います。じゃあちょっと一回またがってもらっていいですか。
太、あ、これは XL サイズの方ですね。じゃあ XL サイズの方またがるとこんな感じ、太位置のパンってことっすよね。まあこんな感じです。なんか横から見るとあんまテーパー具合がわからんね。ねえ、僕のステップだとちょっと上めのマウントなんでこんな感じになります。ダメ、どう、全然楽、どう、楽です。楽ですか。非常に非常に楽ですね。こんな感じで XL こんな感じになります。ありがとう。じゃあ XL これ高い感じです。じゃあ次履き替えてもらいます。はい、じゃあ次は M サイズ履いてもらったんでお願いします。はい、これカーキの M サイズだよね。カーキの M サイズどう、履いた感じは、またがった感じ、やっぱこれが京馬のしっくりくるサイズ。さすが自分プロデュースだけあってこだわりが違うね。これが M サイズになります。こんな感じですね。やっぱり M サイズが京馬っぽいね、やっぱね。ありがとうございます。はい、カーキの M サイズこちらになります。まあ黒はとりあえずいいか。一旦じゃあこんな感じのイメージになりますのでよろしくお願いします。はい、そんな感じで、京馬比較といったらちょっと大げさかもしれませんけれど、まあ一応京馬くんがよく履いてるチノパンから、僕がインスパイアされて作ったこのチノパン、スピーディーパンツ、今ただいま先行予約受付中ですので、色が、ブラック、スモーキーブルーで、京馬が今履いてるカーキー上がる足の3色展開になります。サイズはM、L、XL ありますので、自分の好きな、サイジングバランスで履き回してもらえるといいんじゃないでしょうか。まあ大きなサイズ履きたい人は大きなサイズ、背は大きいけど、ジャストサイズ履きたい人はちっちゃいサイズっていうのもさっきの京馬みたいにありなんじゃ、ありなんじゃないでしょうか。じゃあ最後、京馬くんから、このパンツの意気込みをちょっと説明してもらいましょう。お願いします。意気込み、意気込み何でもいいよ。おー、たくさん買ってくれたら嬉しいです。あ、俺がね。そりゃそうですよ。あのバイスさん的にはたくさん買っていただけたら嬉しいですけど、まあ、たくさん履かなくてもね、なんか面白いなとかさ、今まで履いてきたチノパンとちょっと違うんだったら試してみたいなとか、そういう人に履いてほしいよね。そうですね。ね、あの違うと思ったら別にもう二度と買わなくてもいいし、いいなと思ったらまた2本目3本目買ってもらったら嬉しいしね。そうですね。ただね、他のよくあるチノパンとはまたちょっとアプローチが違うので好みはあると思うんですけど、まあ、なんせ京馬くんファンの方よろしくお願いします。いるかな、いないいる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 。楽しみにしてます。ありがとうございました。じゃあバイバイ。